よそ者はここにいるべきじゃない。結構だ。もうこれ以上は見たくない。服を着ろ。私はよそ者をラーガシュブールに入れないよう、ヤマーズ。何の用だ。さてどうするか。何か用か。何をやってるんだ。なんでそんなことをする。ユーゴーのきつい言い方を許してくれ。彼女は自分が言われてきたことを口にしているだけなんだ。待て、行くな。頼む。一族が苦しんでいて助けが必要なのだ。族長のヤマーズはかつて強く誇り高い戦士だった。今では呪いを受けて弱っているが、彼が弱れば一族も弱ってしまう。巨人どもはそれを察して我々の領地に侵入してきた。奴らはもう故郷を攻撃してきている。ヤマーズは救いの手を拒んでいる。だがもしかしてお前ならば我々を救えるかもしれない。ヤマーズから外壁の中に留まるよう命じられている。出ていくことはできない。そこでヤマーズの呪いを解くためにマラキャスに助けを求めたいのだ。だがマラキャスの祠に行ったところで、今の我々には儀式を行うための必要な道具がないのだ。ここに留まって、私の必要としているものをお前が持ってくるのを待つよ。ああ、我々はヤマーズへ忠誠を誓っている。この国を出す。こっちだ。お前を殺せば名誉が手に入る。迷子か。マラキャスはこの土地をオークに授けてくださった。オークだけにだ。殺しはしない。だがよそ者がここにいるのは気に入らんな。